はい、えー、てれつらじの白川です。えー、今日はですね。 あの、逆転負けとかですね、マッチポイントが取れないとだけでかですね、あの、5ゲーム取ったけど、最後のあと1ゲーム必ず落とすとかね、なんかあの、そういうところであえいでる人ですね、あの、そんなご,ご相談があったのをですね、あの、お伝えしていきたいと思いますね。あの、よくあるじゃないですか、もう本当ね、こう、マッチポイント、必ず落とすんですよね、な <laughs> もう見ててわかるもん。<laughs> あ、マッチポイント取った。あいつ落とすよね。ほら、落として、とかね、なんかね。ん、ね、で、 Thank you. あの、いつもね、5ゲームぐらいね、あの、51、52とかね、そっからね、なんかね、せるやつね、5ゲーム、51とか52取ってるでしょ。いつの間にかね、55になってやんのとかね、だん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 追いつかれてくるのね。<laughs> なんかね、あの、そんなのね、こういっぱい見てね、あの、もうあと1ゲームなのにね、<laughs> とか思うのにね、あの、一体どうしてとか。で、中にはね、あの、ある相談も来ましたね、メンタルを鍛える、なんか、あの、情報くださいとかでね、<laughs> あの、なんか、 あの、どっか修行にでも出た方がいいんでしょうかとかね、なんか、いろんなね、あの、この、お話も聞きますね、もう。もう精神的にダメねんだよね、とかね。まあ、確かにね、もう精神的な、あ、かんねえとかね、そんなのもいるからね、最後のね、街を見てね、ビビってるとかね。なので、ね、みんないろいろあるから、まあ確かにね、もう精神的な弱い部分もあるとは言うのも確かでね。 あの何が原因っていうわけじゃないと、思ういろんなこう原因が、ね、こうあると思うんですよね、でその中でね、やっぱりあの、えー、まず一つね、あの原,因のあの原因を、ね、ちょっと紹介したいと思うんですけど、以前にもこう話したんですよね、あのねえー、自分の、ね、意思通りに運動神経は動かないんですよ、ねえー、動かない場合があるということですね、そこにちょっとあの、えー、気が付いてあのいただきたいなと思いますね。 ま、あ明らかにね、もうビビってるって言ったら原因わかるじゃないですか。で、ビビってないんですよ。普通に、普通にやってて、好調なんですよ。にもかかわらず落とすのなんでっていうね。あの、そこですよね。あの、これ実はですね、あの、この問題ね、ナショナルでね、あの、ナショナルセンターでね、こう発見されたんですね。で、発見されたのはね、えっと、水泳,の、ね、平泳ぎなんですよ。で、えー、その選手はね、あの、ゴールね、 あと、えー、何メートルかでね、タイムが伸びないんだって。ね。で、あの、なんでっていうことで、ね、それを調べたのがね、脳のね、えー、っとね、あの、学者さんなのね。あの、ナショナルセンターはそんな人いっぱいいるから、そういう人がもう、えー、あのよ、寄ってたかって調べるらしいんだけど、あの、結局、その、ラスト何メートルになった時に、えー、あと何メートルだって思った時にね、あのね、運動神経が、あのね、その、運動回路オフにしちゃうんだって、ポーンって。 だから運動神経はもう、あの、えっ、ー、と、競技がね、終わったってね、勘違いするってことがあるって言うんですえ、そんな馬鹿なと思うでしょう。ね。本人の気持ちはもう燃えたぎってんですよ。メラ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 と。燃えたぎってんのに、運動神経は終わりピぴって、こういうね、こういうことですね。えー、それがあるんだよっていうことを言われて、で、実際実験したんだって。 そこであの水泳の、ね、選手をね騙すことにしたんだってあと,あと何メートルっていうところがねさらに向こう側にあるようにねあのゴールのまた向こう側にあるようにこう騙したんだってこう、ね、だからあの水泳選手一生懸命こう泳いでるじゃんだから、ね、ゴールはねまだ先の方にこうにあると思ってるんだけどえ今ゴールついたみたいなねそんな感じの状態にしたんだってそうしたらあのタイムが、ね、落ちなかったっていうのね で、それでみんな周りをおおってころでびっくりしたらしいんですよ。やっぱだから、自分のね、意志とはねこう、運動神経っていうのはもう別々に動く場合があるよということなんですね。なので、運動神経がね、これ、ね、あのー、なんですか誤認しちゃうあの誤解しちゃうのね、こうね。だからそういう信じられないことがあるらしいんですよ。でね、それもね、あの、どうやら、ね、テニスの中でもあること、あるよということなんですね。 なので、えー、あとね、例えば1ポイントとかね、マッチポイントときね、あと1ポイントですね。で、まあ、そこで今2つのパ,パパパあのパターンがありますよね。もう震えてね、緊張でいっぱい言うのね。で、もう1つは緊張は全然してないよ、大丈夫だよと思ったのにポイント落とすやつね。で、問題は、その全然緊張してないよっていうやつが問題なのよ。あのー、ゲームわかんないでしょ。実はだから、もうその時点で、あの、運動神経さんは、あもう終わったのね。 ピッ運動会の切ると体の機能のどっかが変わっちゃうのねそうするとねあれってね何て言うんだろう入らないよねボールがね急にね全然ね調子悪くないんだよ調子悪くないんだけどでも全てがねなんかねこう入らなくなってねで調子悪くなって入らないんだったらわかるじゃないで悪くなった実感ないのになんかポイント取れなくなってくるねだん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 ね なので、あの、そのマッチポイントもそうだし、あと、例えば、あと1ゲームね、5、1とかね、いう時になって、5、2捉えた、うわ、5、3、わ、5、4とかなってきた、で、5、5とかね、あるじゃない。で、あの時、その5ゲームになった時に、あの、ビビリが入ったのとはまた別にね、あの、運動神経がオフにされてるよって例もあるよと。だから、微妙に入れなかったり、微妙になんかこう、おかしくなって、ぐちゃぐちゃになってくんだよね。 あのそんなことが、まあ、実際こうあるよということなんですよね。なので、あのそういう場合はねあの、どういうんだろう、あの自分の、ね、運動神経を、ね、こう騙すっていうね、えー、そういう手法が大事だよっていうことになってきますよね。まあ、これ、あくまでもいろんな方法の,あの一つだから、あのそれがすべて正しいというわけではないと思うんだけど、例えばマッチポイントってなったら、マッチポイントじゃなくて、今からゼロゼロのスタートと思っちゃうとかね。 あのー、えっ、ー、と、5、一あと、例えばゲーム取って、あと1ゲームだと思うんじゃなくて、えー、今から、えー、0、0、スタートとかね、これもやっぱり0、0、スタートと思うのか、まあ、自分のね、なんかイメージに合うもんでいい、いいと思いますよ、3ゲームスオールでがちょうどよかったらそれでもいいかも分かんないし、えー、逆転されてね、あのー、なんか、3、2からなんかこう、スタートみたいなね、2、3からスタートみたいなね、そんなんでもなんか、自分に合ったイメージで、その、なんていうのかな、脳をごまかすというか、 えー、そういう手法もね、やっぱりこうあるかなっていうことなんですよね。あのー、まずね、その、なんていうかね、この自分のね、こう思った通りに体が動かないときとね、出くわすときってありますね。一番わかりやすいのがね、サーブじゃないのかな。よくあるじゃないこうサーブ、トスを上げて、で、あのー、あ、まずいな、トスがまずいなと思ってんのに打っちゃうって場合あるでしょ。あれは逆にね、自分ではダメと思ってんのに、運動神経がね、逆にオンしちゃった場合ね。 まあ言えば自分ではもうあトスこの,このサーブは終わりと思ってんのに、えー、あの運動神経の方はそれを続けるっていうだって運動神経さんからすればトス上げたらすぐ打ってんじゃんってこう思ってるじゃないでも意識はあ失敗したからやめようと思ってるけどそこにも何ていうのかなあの運動神経さんの動きと自分の考えの動きの違いが出て,は出てるわけじゃない。 なので、もうそこで、なんていうのかな、あの、逆にこれは運動神経さんがスイッチオンにしちゃった場合ですよ。で、もう一つあるのがね、やっぱりね、あの、日頃の練習でね、えー、走らないやついるでしょ。ね、トゥーバウンドする、あの、平気でさせちゃうやつ。前にドロップを押さえてもね、もう走らないやつね。で、あの、注意してもね、もう蹴っとこう思っててね。で、あの、本番では走るからとか思ってるのね。 でもね、そういうのね、あのね、運動神経さんはね、横でね、こう、じっとこう見てるのね、その子をね、なんか。で、えー、ああいう場面では走らなくていいんだって、運動神経さはそう思っちゃうのね。で、じゃあどうなってるかって、じゃあ本番で走れるかってダメなのね。例えば、前で、例えばこう、ポトンとボールを落とされてか、角度のボールがいっちゃったとするじゃない。で、あの、いつもは追わないのね。で、もう試合でも走るぞと思って、よっしゃと思ってんだけど、足一歩出ないのね。 で、えー、これはどういうことかっていうとやっぱり自分はやるんだってスイッチオンにしてるのに逆に運動神経さんはいつもここで終わってんじゃんって思って運動神経オフってこうしちゃうのねでそれがねやっぱりね何ていうのかな自分の言うことを聞かない運動神経さんと出会ったという場面じゃないのかなということなんですね あの、なのでね、日頃のね、その行いっていうのもね、すごく大事で、それを運動神経さんはね、こう、じっとこう見てるのね。いいとこ見てくれたらいいんだけど、そのね、悪いとこまでね、こう、じっと見てるからね、これ要注意ですね。でそれを本番で、えー、出るよ、と、えー、いうことですね、えー。そんな感じでね、あの、自分の思ったことと違うことを運動神経さんはすると、えー、いうことなんですね。 で、それをまったら、これ、ポイントに置き換えると、あと、1ゲームで終わり、なんて思った特に弱気な時にね、あの、弱気なその気持ちがですね、やっぱり、なんていうのかな、あの、こう、早く終わりたいっていうなんか願望が多分潜在意識になるのかな、なんか、それはちょっとわかりません。えー、何らかの要因で運動神経さんは、ここでゲームは終わったんだっていうふうにね、誤認するようなね、えー、習慣にもなっちゃってる場合が非常に多いんですよね。えー、そうなってくると、その、 あと1ポイントとか5ゲーム取ったっていう時で運動神経はスイッチオフにしちゃうということですね。で、その時って本当にさっきも言ったように調子はね悪くないんですよ。悪くないのになんか動かないっていうか、あの、ポイント取れないんですよね。そんなことがありますよね。で、それに対、それにプラス多分メンタルのこの、なんてね、あの、負の気持ちがどん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 起き上がってきて焦りも出てくるし、そんなこう負のものがいっぱい重なってくるんでしょうね。なんかね、そんなのが、わ、えー、かりますよね。 なので、あの、そういう時は、あの、気持ちをリフレッシュして、えっ、ー、と、あと1ゲームって思うんじゃなくて、今からスタートって、自分をね、えー、騙すというね、そういうテクニックも、えー、使ってみたら、もしかしたら解決するかもしれませんよね。だって、あの、何が原因か分かんないから、それも、だから、あの、要因の一つにありますよ、と、えー、いうことですね。えー、それもね、ちょっと覚えといてくださいですね。えー、ということで、皆さん、頑張ってください。